こちらの方はクリオネブルドックさんからもいただいております。山田区木材よいしょさんからもいただきました。酒によってタクシー運転手を殴ったり蹴ったりしたとして暴行容疑の疑いで警視庁玉川署に逮捕送検された元サッカー代表選手、前園ね、元選手、はい、14日に東京都内で記者会見し、被害者の方をはじめ多くの方にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたしますと謝罪したと。前園元選手は13日の朝、東京都世田谷区の自宅近くの路上で料金を払わずタクシーを降り、呼び止めた男性運転手に対して暴力を振るったそうで、当時は泥酔状態だったと見られておりまして、14日午前に釈放された。はい、元日本代表でかつ目立つ存在だったゆえに逮捕までされたと聞いてびっくりしました。そういえばこの人過去にいじめかっこ悪いという CM にも出てましたですよね。はい、某ノリピーも薬物乱用防止ポスターに起用されておりました。この手の宣伝に登場する人になぜかこういう顛末を迎える人が多いような気がしてならないんですが、まあ、目立ついうことはあるですかね。そうやってやって別に何もなくちゃんとやっぱいい人で済ましてる人 もっとたくさんいますけど、それは 目立たないだけで、はい、なんか坂東さんも確定申告です。なんかありましたね。はい、小牧のピンクレディさんからもいただいております。タクシーの運転手さんを殴ったり蹴ったりしたことを、金を持っていても払わずにタクシーを降りたこと、どこからタクシーに乗ったかということも全部泥酔して覚えていないと言ってました。でもまあ覚えてないと言われればそれ以上聞きようがないですね。覚えていないと言って本当かもしれないけど、一番相手に何も言わせない聞かせない理由です。本人はこれからの仕事の自粛、相手の方との示談も成立したそうです。なぜだか、ずっと前、元 NHK の、M さんのやっぱりタクシーの運転手さんを足蹴りにした事件を思い出してしまいました。タクシーの運転手さん、命がけの仕事です ね。これ要はあるんですね、NHK の方もね。あ、まあ、そういうのがあった。過去いろんなね、そんなニュースっていうのは、聞きますけどね。エメラルドスワローさんも、被害に遭った運転手の勤務先のタクシー会社は子供に夢を与える立場にあるので、今回のことを教訓に今後はお酒とは上手なお付き合いをとコメントを出しました。はい、優しいコメントですね、タクシー会社さんね。はい、この事件の一報を聞いて以前にも似たような事件が見てくる。なんかいろいろ思い浮かぶ人がいますかね。何年か前に歌舞伎俳優の中村セブンさんセブンさんが、はい、泥酔した状態でタクシーから降りる際に運転手とトラブルになり暴力沙汰になったという事件がありました。あの時はご存命だった父親の、中村さんがつく人が、私の育て方が悪かったと記者会見で謝罪しておりました。謝罪後に、再度、ご本人が記者会見を開いて、親の育て方が悪かったということはありません、すべて私が悪かったと、あくまでも、私の自分が悪いあかんかったんやということを改めて謝罪しました。私も以前タクシードライバーを5年ほどしておりましたが、はい、ご商売の方であるならば、僕らが、はい、こう運転手さんのことを思うのとはまた別の思いがあるでしょうね。5年ほどしておりましたが、大トラ、ね、酔っ払い、大トラの扱いにはほとほと手を焼いたものです。気が大きくなっている だけに理不尽な行為も当然のようにしてきますので、最悪警察に突き出さざるを得なくなります。実際黒川で酔った勢いで暴力を振るってきた乗客をすぐ前の、北警察署に突き出したことがあります。最初署内で大暴れして警察官が5人がかりで抑えてましたが、ベテランの警官に諭されておとなしくなりました。いずれにいたしましても酒は楽しく飲むに限るということです。西国の覇者と言われた戦国武将毛利元就がこんなことを言っております。酒は飲める者には百薬の長だが、飲めぬ者には百害あって一利なしと、こういうことを言って、ね、はい、前園は どうなんでしょう、謝罪会見の時にもともと僕は、お酒好きじゃないのでって言ってた。はい、いやもういや今回のことを受けて、ちょっとお酒からは離れます、もともとお酒好きじゃないのでみたいなこと言ってましたから、好きだったら百害あって一利なしの方やな。はい、
毛利元就は一杯の酒は飲めるが三杯の酒は飲めん。それやや。やだやだ。はいはい、応用聞きませんでしたね、これはね。はい。港の知恵さん、私自身もタクシードライバーとして。はい。とこれね、運行管理をしている関係上、この方は現役の方です。はい。ね、このようなお客様は、いつの世にも弱い立場としてこういったケース、あのタクシードライバーへの暴行は後を絶ちません。ドライバー側との示談は成立したということですが、本当こういったお客様は乗ってほしくない、ね、酔っていて覚えてないじゃ済まないんですけどもね、うん、と、はい、あの運転手さんとかサービス業というのはお客様は大事ですから、はい、あの一対一の人間同士やったらあかんことはこらがえないかということですが、サービス業というのはやっぱお客様を大事にするということですから、うん、タクシーの運転手さんもそうですし、例えばデパートの係の人でも、はい、お客様は大事ですから、はい、あのごもっともでございますと、これどうなってんねん、いや本当にですねという、そこに乗じてめっちゃめちゃ態度大きいような人を見ててもですね、私別にどっちの立場に立つ人間でもないですけども、はい、なんでこういう人にこう横柄なことを言うんやろうと、ね、思いますもんね。だからシラフの時なんかはもちろんですが、私毎回ね、昨日も言いましたけれども、はい、酔っ払って覚えてないっていうのは、シラフに戻った時にその時の記憶が真っ白なので、うん、覚えてないっていう、何もなかったのと同じように本人にとってはですよ、うん、真っ白なので覚えてないっていうことだと思うんですけれども、うん、酔っ払ってる時の心理っていうのは真っ白な状態で、うん、訳が分からなくなって暴れたり殴ったりしてるわけではなくて、うん、酔っ払いは酔っ払いの道理の中で、生意気だって金払えって言った生意気だ殴ってやれとか、うん、何を偉そうに俺に向かって言ってくるんだみたいな感情がある中で殴るわけですよ、うん、でそこをすっかりシラフになった時に忘れてしまっているだけで、その時はその感情に従って行動しているので、うん、やっぱりあの責任はあると思うんですよ、うん、あの自分の子供が知らないところで老いたをした時に親の責任ってあるじゃないですか、うん、まあ、それと同じで多少人格がやっぱりお酒を飲むことによって変わっちゃったのかもしれませんけど、やっぱりそれは本人の行動なので、うん、これは覚えてなくてもやっぱり責任はありますよね、うん、覚えてなかったすみませんでは済まないことだと思うんですけどね。それからもうちょっとね、うん、言うならば飲んでそんな風になってしまうんであるならば自己管理として、そうそうそう、そこまで飲んだらいい。小高さんの顔見て、いくんですけど、あんた、そう、足くじくまで飲んだらあかんやん。そうだよね、この中にね。ね。そうですよ。はい。ED さん、タクシー会社側も良心的なコメントで、酒飲みで意識、喪失、失踪などの経験者の私としては、ほっとしました。みんなほら、みんないろんな立場で今回のことは考えてますよ、うん、はい、ああこれもそうやったな、ね、タクシー会社のこれからはお酒と上手なお付き合いをと聞くと、私まで頭を下げたくなりますだから多くの人がいろいろ考えてくれたらいいわけでね、はい、うん、そういうことで、動物奇想天ぷらさん、僕自身も酒を飲んでいた頃はよく記憶をなくしていたのでわからないでもないですけれども、知らない人とトラブルになったことはありませんが、紙一重だったかなとも思います。たくさんの方にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますと前園選手は言っておりますが、世間的にはこういう人なんだと自らルフしてしまった感じがありますね。うん、あの今小高さんが言ったように、はい、やっぱりこう表面いろんなものが覆いかぶさっていて、酒の力でその表面の覆ってるのがパーンと弾かれると、そこに本性が出てくるという、うん、いうことであって、やっぱり本性ということはその人自身であるので、はい、普段はニコニコしてますけども、はい、ちょっとした弱い人たちの立場のね、弱い、はい、そういうお客様はというような人たちに対しては、ガラなんじゃからっていうな、はい、本性が出てしまったのか、うん、どうなのかと、いずれにしても、なかなか、はい、だから、あの、本性見せたくない人は飲まんほうがいいですよね。この人はこんなふうやっていうことは、もう、はい、裸になって街中歩くようなもんですよ、ね、うん。それはやっぱ本性は誰でもありますから、普段の自分とは違うと思いますけども、はい、それ見せてもいいんだって人はいいけども、見せたくないって人はそこからまず気をつけなあかんのではないでしょうかね、うん、気をつけよう、はい